はい、キヌです。笑わない少女と異形のサーカスパート3を撮っていこうと思います。ちょうど猫が出てきたのでこの画面からのスタートとなります。ねえ、なんで笑わないの？女の子は笑った方が可愛いよ。そう、覚えておくわ。ヒヒヒ、冷たいなといった感じで物語を回収しております。今出てる中ではもう全部回収できているので、次新しいところを開いたりとかしていきたいですが、とりあえず花に餌をあげたいと思います。あんまり進んでなかったです。ホームに戻ってこれを開きたいと思います。アンジェレッタ、盲目の歌姫。普段は地中を泳いでいる。人魚姫の地中モグラ版ですかね。ラララって言ったところでしょうか。綺麗な声、まあさっきの声はもう綺麗とはかけ離れてましたが、まあそれ置いといて。美しいだろう、アンジェレッタの歌声は、彼女の歌声を聞くたび心が満たされるよ。歌、なんだか夢を思い出すわ。夢？あ、うん、ごめんなさい。私の話なんて聞いてもその面白くないから。そんなことないよ、僕が聞きたい。話してみて。おっと、お前イケメンですね。あのね、時々私の夢の中に女の人と赤ちゃんが出てくるの。女の人が赤ちゃんに子守歌を歌ってあげる優しい夢よ。だけど突然あたりが闇に包まれて、恐ろしい影が女の人をさらってしまうの。なんともまがまがしい夢だね。いまいましいかな。いまいましい夢だね。その後はどうなるんだい？わからない。いつも一人ぼっちになって泣いている赤ちゃんを抱きしめようとすると目が覚めちゃうから。夢を見るたびに考えるの。あのあと赤ちゃんはどうなったのかなって。優しい人に助けてもらえたのかなって。ねえ、なんであなたは私を助けてくれたの？なんで私に優しくしてくれるの？あら、そこにいるのは団長？あと見慣れない子がいるわね。やあ、アンジェレッタ、紹介するよ。この子はノアだよ。さっきの声とても素敵だった。ふふふ、ありがとう。歌はいいわ。まるで誰をも幸せな気持ちにさせてしまう魔法みたいで。そうだ、あなたも一緒に歌いましょう。みんなで歌うと楽しいわよ。え、でも。構わない、行っておいで。うん。ひひ、団長、ずいぶんあの子に懐かれてるね。覗き見なんて悪趣味のやつだな。団長は優しすぎるんだよ。人間に関わったらいいことなんてこれっぽっちもない。そのことは団長が一番わかってるよね。そろそろ黙らないとどう思っても知らないよ。おお、怖い怖い。僕は生まれ変わったんだ。だから今度こそは。どういう過去があるんでしょうね、団長。あ、ビリーさんではないですか。もうビリーさんはもう見てしまったのでダメなんですけどね。あ、もうちょっとでお花が成長しますね。倉庫とかは、あ、この辺見てないですね。入手しましょう。この辺も入手させましょう。ここの回収をしないとエンディングが解放されないんですよね。10まで上げないと次のやつが見れないので10まで上げましょう。あ、ミスった。おお、11まで上げちゃいました。これいけるかな。あ、まだ無理でした。
できれば花ともう一個も開いていきたいですね。あと4つなので、次開いて最後に3つか、あ、でも2つ開いた方がいいですかね。2つ開いて2つとエンディングを一緒に回収できたらいいなと思ってます。あー、惜しい惜しいですね。今出てきてくれればいいんですか。出てこないですね。地中の歌姫、違うんだよ、君じゃない、君。これも回収してなかったみたいです。まったく人間のくせに僕を枕代わりにするなんて、ブツブツ。だからなんでそんなにノアと近いんだよ。ジャック、うるさい、読書中なんだ、静かにしろよ。まあ羊さんなんでモコモコしてて気持ちいいんですかね。ノアちゃんが思ったよりも大きくてちょっとびっくりしました。もうちょっとなんか子供って感じなのかなって思ってたんですが、お、これあれですね、美女と野獣の花みたいな感じですかね。美女と野獣のクリスタルの中の花が枯れると王子が野獣から戻れなくなってしまうという話なんですが、野獣の姿から戻れなくなってしまうという話なんですが、それの花を思い出せます、思い出しますが、それとなんか関係があるのでしょうか。関係なさそうですが、まあ、次を開いていきたいと思います。お、オスカー、陽気でキザな性格、ティータイムが大好き。オスカー、オスカーですか。なんかいろいろと思い出しますが、ああまたあの夢、この夢を見るのはこれで何度目だろう。女の人が子守歌を歌ってる、優しいけどどこか悲しい子守歌、そして恐ろしい影が女の人をさらっていく。願い、その人を連れて行かないで、赤ちゃんを、私を置いていかないで、一人ぼっちはもう嫌だよ。ん？ノア、どうしたんだ？眠れないのか？うん、また嫌な夢を見ちゃったの。それは困ったな。よし、君が眠くなるまで付き合おうじゃないか。私、そんな風に言ってもらえたの初めて、ありがとう、オスカー。ははは、当たり前じゃないか。眠れぬ少女を一人にさせるなんて紳士として失格だからな。随分悪夢を見るようだね。かわいそうに、ずっと苦しんでるんだな。どうしたら夢を見なくなると思う？うーむ、私は夢を見ないからな。そうだ、怖い夢は笑って追っ払うってのはどうだ？笑う？笑うのはいいぞ。笑えば悩みなんて吹き飛ぶ。さあノア、声に出して笑うんだ。はは、ノンノン、もっと元気よく、わっはっは、わっはっは。ノア、目が笑ってないがいい調子だぞ。楽しくなってきたな、わっはっはっは。うるさいわね、何の騒ぎをすか。怒られちゃったね。この作戦は中止だな。いやー、すまない、力になれそうにない。だけど私は君にホットココアを入れてあげることはできるぞ。よかったらいかがかね。うん、ありがとう。なんかいいやつでしたね。こいつも見ました。あー、なかなかタイミングよく出てきてくれるもんではないですね。もうちょっとできればこの間に見たいんですが、見れなかったら物語の方で再確認ということもできるので、あれ、物語じゃないな、倉庫のここですね、ここで再確認ということもできます。あら、これは入手できないみたいですね。ちょっともう消費が結構大きいんですかね。
そうですね、だいぶ大きいですね。これ10までいけないですね。全然10までいける気配がなかったです。ということで、もう今やることがありません。ここを開くのにも結構必要だったと思うんですよね。というわけで今回はここで終わりましょうか。そうですね、パート3で2つ開けて、パート3じゃないな、パート4ですね、で2つ開けて最後にエンディングと一番下を回収できればいいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。では。